田辺義明田辺義明から1897年2月8日は、幕末の福井藩士、明治期の内務官僚、高知県知事、元老院議官、近景官施行、通称、平楽阿あざ、順、越前国阿蘇和郡福井武ヶ花町で、福井藩士、田辺周吉の長男として生まれる。明治4年4月、ゆりき美まの勧めに応え、 福井藩平を常備一番隊長として引率し、上京第一大工取締りに就任。以後、東京府県展示、第四大工総長、羅卒総長、司法省警保領大警視、県大警視、省警視などを歴任。西南戦争勃発に伴い、1877年3月、警部巡査を引率し、京都に向かい警備に従事。同年同月、 巡査百五十名を引率し、博多に向かい、同年四月、陸軍不評中佐検証刑事に任じられ、別道第三旅団参謀となり、各地を転戦。さらに、同旅団参謀長を務めた。同年七月、警察の任務に復帰した。八百七十九年十月二十四日、西南戦争での先行者助君調査に監視不備があったとして、近親20日、及び、 特典の言及を受けた。その後、県中継司、一等警視、巡査総長などを歴任。1881年6月、内務県対処機関、警保局長に就任。1883年2月、高知県令に登用され、1886年7月、地方間官制改正に伴い同県知事となる。四国振動計画を推進した。 1888年2月29日、元老院議官に転じ、1890年10月20日、元老院が廃止され、非職となり、近景官志向を仰せつけられた。ありがとうございます。